プリンスは特定の領域を支配する君主の称号の一種、もしくは王族、皇族の男子を指す。女性型はプリンセスで、二の意味では王族に生まれた女性、王族男子の配偶者などを指す。日本語訳では王女、日、姫など場合に応じて訳し分けられる。ラテン語で第一人者、筆頭者を意味するプリンケヘプスが英語のプリンスの語源である。 西ヨーロッパの多くの言語でも同様であり、例えばフランス語ではプランス、イタリア語ではプリンチペという。ドイツ語ではプリンケプスがドイツ語化したプリンチとは別に、ゲルマン語由来の第一人者から生じたフィルストがあり、口述するように区別して用いられる。ロシアでは全く別の語源を持つクニャージの称号がプリンケプスに対応している。ルイニセイドブルボンコン フランス王国のプランス・デュ・サンで、プランス・ド・コンデであった。プリンスの称号の要例は次の二つに対別できる。それぞれはその性格の違いから異なった日本語の訳語が使用される。中世以降のヨーロッパで国王という称号が君主に対するものとして一般的になると国王と名乗ることまでは承認されないが実質的に君主とみなされる貴族がラテン語で プリンケプスに相当する称号を名乗る例が現れる。このような称号は日本語では公け、公、大公など様々に訳される。他に君主という意味や諸公という意味でも用いられる。プリンスの支配する国のことを英語でプリンシパリティと言い公い国と訳す。プリンスを称する君主による君主性が現在も残っている国にはモナコ公国。 リヒテンシュタイン公国があり、また、アンドラ公国は、フランス大統領とスペインのウルヘル司教が、共同大公、コプリンシッペとして君臨している。ドイツでは、この、プリンスの意味では、フィルスと称号に用いる。神聖ローマ帝国では、近世以降、ヘルツォークの下の爵位として定着した。フランスにおいては、リュクの上の位として、プランスが置かれた。プランスは、神王。 大公内志公などと訳される。イギリスにおいては、プリンス・オブ・ウェールズ、すなわち、ウェールズ公は、ウェールズの君主の称号であったが、イングランド王国に吸収されその多い継承者が、この君主号を帯びることとなった。爵位として用いられる場合には、他の爵位と同様に、特定の領地の支配権と結びつく場合もあれば、そうでない場合もある。ちなみに、日本の家族における、 公爵も、英語では、プリンスと訳されることがあるが、これも、爵位としてのプリンスである。君主、諸公としてのプリンケプスの称号とは別に、ヨーロッパでは、君主や上位貴族の一族男子もプリンケプスの称号をもって呼ばれることがある。この意味の場合、ドイツ語ではプリンツという、わけとしては、王子、親王、皇子などがある。王世紀のフランスでは、王子や王尊には、 このような称号は付与されなかったが、冒険の王族にはプランス・デュ・サンケット王のプリンスの位の称号が、公爵の子には単なるプランスの称号が用いられることがあった。フランス革命の後は、フッコベルボン長期を除いて、フランス人の王の君主号に対応する王太子の称号として、プランス・ロワイヤルの称号が用いられた。また、天正期には、プランスが、 ボナパルト家皇族の称号として用いられている。ドイツでは皇帝、国王、大皇爵皇爵フュルストなどの一族の称号として広くプリンスの称号が用いられる。イギリスではドイツを発祥とするハノーバー朝から王族にプリンスの称号が導入された。ただし、プリンセスロイヤルの称号はスチュアート朝で創設されている。 これが現在日本語でも広く使われている多くの場合に王子と訳される意味でのプリンスである。スペインやポルトガル、ブラジル帝国では王太子もしくは皇太子にプリンシペの称号が用いられているがなど、これはプリンス・オブ・ウェールズと同様に爵位としての意味である。特に注意が必要なのがポルトガルの場合でプリンスペでポルトガル、後にはプリンスペ、 リアルでポルトガルといった称号が王太子にのみ授けられていた。プリンスの語源となったラテン語のプリンケプスはローマ帝国において皇帝がローマ市民の中から選ばれた市民の第一人者であるという意味から皇帝に対して用いられる称号の一種となった。後にローマ帝国の解体の中でプリンケプスの称号は国家において 唯一最高の支配者である君主を意味するようになる。中世においては、ラテン語で書かれた文献の中で、プリンケプスは、称号というより君主を表す、一般名称として用いられた。このため実際の称号を、借位が何であっても、ある程度の主権を持つ君主として、自他共に認められた、大諸公たちが、ラテン語で、プリンケプス、各国の言語で、プリンストーと呼ばれたり、 自ら称したりした、もっこの意味で用いている。こうして、プリンケプスを称するに至った、大諸行は、フランスにおいては、アンジュ博やフランドル博のような有力な博や、公、神聖ローマ帝国では、辺境博や公であった。また中世には、カトリックの教会や修道会も、大きな所領を持っており、大司教、司教、大修道院長の中には、 世俗大諸行と並んで、プリンケプスとみなされるものがあった。なお、ノルマン征服以前のイングランドでも、大陸の白にあたるアールやヤールがプリンケプスと呼ばれるような大諸行であったが、ノルマン征服後にはプリンスと呼ばれるような大諸行は、一部例外を除いて消滅した。またこの時代、その他の各地域では、現地語で王や族長にあたるものが、 西ヨーロッパの人々からプリンスとみなされ、ラテン語の文献でプリンケプスと書かれた。例えばウェールズでは王と呼ばれるような広域を支配する君主が現れなかったため、それぞれの地方の君主がプリンケプスと呼ばれた。後にその中で最高の実力を持った者がウェールズのプリンケプスを称するようになり、これが現在イギリスの第一王位継承者に与えられる称号である。 プリンス・オブ・ウェールズの起源となっている。このほか西ヨーロッパに出自を持つ者が、西ヨーロッパの封建秩序において創始がはっきりしない土地やヒカトリック圏を新たに征服した場合、自ら称号として、プリンケプスを名乗ることもあった。ノルマン人によるタラント公、十字軍国家のアンティオキア公などがこの例にあたる。大陸諸国中世末から近世にかけて、 中央集権の進んだ国においては、君主としてのプリンスは存在しなくなり、王族や、それに準じた者が名誉称号として、プリンスと呼ばれるようになった。一方、近世のドイツでは逆に諸侯の所領の両方国家化が進み、貴族の中に両方国家を収める両方君主、両方君主の男系子孫であるが現に統治する両方を持たない元君主、それ以外の貴族で、 皇帝や諸皇に仕える宮帝貴族の間に厳然とした身分上の格差が生じた。こうした過程で、公や偏境白などの伝統的な大諸皇の称号を持たない諸皇は、諸皇の称号であるフィルスト自体を地位を示す称号とすることを望むようになった。このため、神聖ローマ帝国においては、フィルストは皇爵より下の爵位となり、さらに時代が下ると、 両方君主ではない貴族に与えられる最高位の爵位としてフィルストの称号が用いられるようになった。近代に新生ローマ帝国が解体した際、多くの小規模な両方国家が有力な両方国家に併合、吸収されたことにより、非君主のフィルストが増加した。このため、近代のドイツでは、公爵と訳されるフィルストの中でも、両方君主である公爵、元君主の公爵、 宮廷貴族の公爵の三種別があった。イギリス・イングランドやスコットランドでは、中世以来プリンスの称号を称する君主は、現れず、ドイツ系王朝のハノーバー朝以降は、王族男子がプリンスと呼ばれた。ただ、第一王位継承者が称する、プリンス・オブ・ウェールズの称号は、独立時代のウェールズにいた君主のプリンケプスに、由来しており、やや起源と意味合いが異なる。また、 女王を制度として認めたイギリスでは、女王の配偶者が共同国王として退官していない場合、その人物のことをプリンス・コンソートと言い,い、王家の聖員としてプリンスとみなすようになった。北白川宮義久親王英語のプリンスは、皇族男子の親王お及び王の称号の英訳として用いられる。第二次世界大戦以前には、家族の最高位である皇爵をデュークではなく、 プリンスと英訳することが常だった。このため、新王や王には、皇爵との混同を避けるために皇族であることを示す、ハイの継承を添えた。例えば、この絵こは、単に、プリンスこの絵であったが、皇族の東国の宮は、ハイプリンス東国とした。プリンスは、カタカナ語としても日本語によく定着しており、プリンスホテル、プリンス自動車など企業名に用いられることもあった。 この語は個人に対して使われることもある。特定の分野の中でその技能が優秀であることに、加えて、若く、容姿や、言動の面で特に魅力的な人物を、会のプリンスと呼んでもてはやすこともある。この意味で、日本では、こうなどと訳されることが多く、プリンスが外来語として用いられることは少ない。選定こなど、この尺位としてのフィルスとは、日本語においては、 公爵の語に訳されることが多い。ありがとうございます。